コリスタンコは、スペイン、ガリシア州、アコルニア県の自治体、コマルカデーベルガンティーニョスに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は6974人で、ある。住民故障は、コリステンクス、エサ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.42%。コリスタイコは、 アコルーニャ県の北西部に位置し、コマルカでベルガンティーニョスに属する。隣接する自治体は、北がポンテセソ、東がカルバージョとトレドヤ、南がサンタコンバ、西がサスとカバーナでベルガンティーニョスである。中心はトラーバ教区のサンロケ地区。コリスタンコはカルバージョ司法管轄区に属す。住民は15の教区の141の地区に居住する。自治体内には、 巨石文化時代の遺構がある。およそ30もの古墳が残されており、それらは約8000年前のものと考えられている。シャビーニャ教区にある4箇所は保存状態が良好である。中世にはこの地はサンティアーゴ大司教、サンマメーデでセアビア修道院、トラーバ伯社クラによって支配されていた。自治体としてのコリスタンコは1835年に創設され、 カルバージョ司法管区に属した。自治体市長は、ガリシア国民党のアントニオ・ペンサード・プラガロ。自治体表議員は、ガリシア国民党、7、手が4、ガリシア民族主義ブロック、1、ガリシア社会党、1となっている。コリス太鼓は15の教区に分けられている。太字は、自治体の中心教区。ありがとうございます。